宮崎大学の新中でございます今ご発表いただきましたとおり福岡教育大学附属久留米小学校さんは情報編集力というのをキーワードにしながらなんですがその情報編集力というのをどう捉えるかというところは一つの整理をする時間チャレンジをする時間が今 あ今まで必要だったかなと考えていますで今日私の話の中ではまあ、こういう手がかりが見えているんじゃないかなという話をさせていただきたいなと思っています、まあ、情報編集力えこの言葉が出てきたのはこの学校さんは文部科学省さんの研究,研究開発学校とこの女性この両方を受ける中で情報編集力両面から取り組んでおられるというところですで先ほどのお話もありました通り実は 機器整備も同時にスタートとしたところで、先生方がまずは授業の中で ICT をいかに効果的に活用するかということを重点に置きながら活動し始めたというところが実態かなと思います。その中で情報編集力というふうにいくときに、これは子ども側にとっての学力に関係するものになるわけですけれども、そのことについて授業いくつか場面を紹介しながらと思います。これは 今年の2月、前年度の最後の発表会の時に、2年生の図画工作の授業で示、えーえー、せていただいた授業なんですが、デジタルカメラをこう使われています。デジタルカメラというと、通常は撮影するためにというふうに考えるものですけれども、この授業では、デジタルカメラをモニターとして使われております。で授業としては、図画工作2年生の授業なんですけれども、仮想の動物を描いて、 子どもたちがあのよりこう躍動感のある生き生きとした動物を描いていくというところなんですがある一度描いた子どもたちの作品に対して、えー、担当の先生が期待したのはより、えー、勇敢な感じになるようにというようなことを考えてもらいたかった子どもたちに考えてもらいたかったで手がかりとしてこれは板書,書した後に描たので いろ視点を貼り付けているところですが、例えば目の形であるとか向きであるとか口の形であるとか向きであるとかそれから力強く書く,くとはどういうふうな描写の方法があるのかというのを示しているんですがこの黒板に示されているものが改めて子どもたちに配布されているデジカルの中に 準備されていまして子どもたちは黒板で見通しをつかむわけですけれども実際に自分たちの視点でですねスペース机の上のスペースというのは限りがあるところですけれども授業の展開部になりますけれどもこの教師が設定した狙いに応じてデジタルカメラを教師がデジカル面に用意している参考作品を自分でどの絵を参考にしようというのを選択し または絵に合わせた角度、持ち方で参考にしながら絵を描くというふうな活動をしていました、つまり、ここではどのように学習活動がなさ展開されて、そこでは子どもたちはどういうふうな目線で ICT に取り組んでいけば、子どもたちの作品、情報を編集するというところに、これまでにない工夫ができるだろうかというふうにお考えになった結果かなと思います。 これは体育の3年生ですけれども、えー、体力作りの運動ということですが、えー、先生が冒頭、授業で狙いと確認されますが、ここにあの電子黒板ございますで、えー、平均台、マットというのを使って体力作りを考えさせるんですが、ここに、このマークにちょっと注目です、これ、拡大したものがこれなんですね、これは何なのかというと、この授業では、自分たちが撮影、えー 運動する様子を自ら撮影させて、それを振り返るというのは、よくやられると思いますが、その際、こちらの学校さんで考えたのは、適当に撮らせても、やっぱりそれを活用していくというところには非常にこうムラが多いと、せっかく ICT を使うんだから、適切な角度を提示して、ここで撮ってというふうな、まず視点をしな設定しながら、次に工夫を求めるというふうな設定をされております。これもも子どもたちの目線に応じて 展開部分のところで言うと両手を広げて体を揺らすことでバランスを取らせたいという教師は望んでいるわけですけれどもタブレットから 所定の場所から平均台の動きを撮影させて、自分の動きを振り返るという、ある視点を提供しているところになろうかなと思います。このように情報編集力、様々に定義は難しいところではある、まだいろいろ整理を続けているところであると思いますけれども、教師側から見ると、自身による ICT 活用に合わせて、児童の ICT 活用を改めて見直しておられるというところが特色だろうと思います。学習活動ののデザインにおいて児童の目線視点から 適切な ICT 活用活用を見通し、工夫する意識、力量が教師に必要なんだというふうな整理をされているところかなと思います。それを子どもたちにま情報、そういうふうな刺激と言いますか、指示を与える。そうしながら、児童、生徒も教師も一緒にですね、作る、選ぶ、見直す活動というものができていくならば、 情報編集力というのはまた新しい展開を見せられるのではないかなと思います児童の視点児童の観点から活動のこう様子といいますかを改めて教師がこう見通す方法の整理につながるのではないかなというふうに期待しているところです以上です